山城慶長一揆とは、江戸時代慶長年間に、諏王国山城で発生したとされる一揆である。山城地方は、諏王国の東端、秋国との国境に位置する。戦国時代には、大内氏の支配下にあったが、実際には、利根と呼ばれる有力寺侍たちによる自治が行われていた。その後、毛利氏の大内氏領への勢力拡大に伴い、 工事2年頃には、毛利領となる。この際に、西軍寺町の戦いが発生し、山城の地侍たちは、大打ち方と毛利方に分かれて戦っている。慶長5年、関ヶ原の戦いで西軍に加担した毛利氏は、中国地方8カ国120万国から傍聴に、カ国29万国へと元邦となるが、山城地方は、毛利氏の支配が続くこととなった。 毛利氏は対抗検知の一環として、天正15年から18年に両国内の検知を実施しているが、この時の山城地方の国高は5300国と言われている。その後、慶長5年にも検知を行い、国高11901国とされた。毛利氏は関ヶ原敗戦後の元邦に対処するため、慶長12年から15年に再度検知を実施しており、 傍聴2カ国で、実高539,268国となったが、幕府には369,411国と上進し、これが表高とされた。山城の県知は、慶長12年に行われ、実高は28,325国とされ、慶長5年県知事の2.5倍となった。わずか10年で生産力が倍増するわけもなく、 これはタ,イタンあたりの国盛りを高く設定したことに加え、小生物と呼ばれる各種作物も対象とすることにより、人為的に国高を高く見積もったものであった。毛利氏の年貢率はもともと73%と高く、農民の負担は途方もないものとなった。この過酷な課税が山城一揆の原因となる。一揆の実態は不明であるが、慶長13年10月、 11人の昭屋を中心に多数の農民が参加したとされる。一期を大官所の人数だけで鎮圧することは難しく、大官所は減税の方向で一期の鎮部に努め、一期を解散させた。結果73%の年貢率は40%に減額されたと言われている。翌慶長14年3月28日、大官所より、 一騎の指導的人物である北野孫兵衛に対し、首謀者である昭夜全員を翌日に出頭させる旨の書状が届く。一堂は出頭後直ちに捕獲、引き地峠の形状に連行され残首物川土手に強取された。北野孫兵衛のものとされる首塚は、現在も聖軍寺近くに残る。なお、総宮殿が追善供養にあたり、 漢文四年上土門の寺井中根流を許されたと、される。これが、根流寺で、現在も十一章屋号道位配が安置されている。明治六年より、新政府は増税を目的とした地礎改正を実施するが、山口県ではそれに先立ち、明治五年より調査を開始した。この際主導的立場にあったのが、小堀裁判、王将や、林雄造である。 この調査は独自の方法によって実施されたために、政府は再調査を実施した。雄造は大倉省の再調査にも毅然とした態度で臨んだが、これは雄造が、慶長一期のことを山城の王将屋であった3分1検索から、引き知っていたためと言われている。結果、雄造の調査の厳密さが証明され、明治7年2月、全国に先駆けて、 山口県の地礎改正は認可された。明治15年6月、雄造は検索へ優勝を送り、慶長一期のことをさらに詳しく調べるように依頼している。この返唱を受けて、同年12月14日、吉木君鯖山前商寺において、11人のために大瀬垣きが実施された。明治32年に至り、聖訓寺住職の発議で、山城各村長に呼びかけて、 資金を募り、十一商屋商徳の石踏みが建てられた。初計四百年目にあたる平成二十一年十一月十四日、山城義民憲商会により、義の心と刻まれた石碑が、岩国市本郷総合支所向かいの私有地に設置された。ありがとうございます。